おはようございます。今日は新しいカメラで久しぶりに1週間ブログを撮ってみようかな。この新しいカメラ DJI のオズモポケット3、今話題のねやつを早速買ってみて、めっちゃコンパクトで画質もいいし音質もいい、なんとマイクもついてるということで、今日月曜日からなんですけど撮っていこうと思います。今8時15分になるところなんですけど、星の子×神戸レタスさんというコラボ洋服を作ったので、その撮影をしに行きます。でもね、今ねちょっとえらいこっちゃなんですよ昨日持ってくものをまとめたらこんな感じになっちゃいました。撮影前だってこんな感じです。今からスタッフちゃんが来てくれるので手伝ってもらおうと思います。一応持ってこう精神が結構やばいもんで荷物が多くなっちゃうんです。僕はノブです。僕はノブです。大地が覗いてる。どうやってつけんのとかやってたわ。これ一生つけれないよ、どうしよう。ピンセット持ってる人すごいすごいありました。つけまってどうやってつけんだっけ。昔はつけまなんてちょちょいのちょいだったのにね。最近はもうあれだった。そう、まつエクか自分の地まつげを伸ばしてパーマしてる人が多いよね。ああ、なるほど。けど私はほら韓国アイドルとかに憧れちゃってるもんでつけたくなっちゃうんですよね。やめた方がいいと思う？え違うんですよ。私なぜなら Dアップさんに新作のつけまつげ全種類いただいたんですよ。だからつけてるんだけど、でも自然じゃない？わかんないよね。今時のつけまってすごいわ。準備完了でございます。 Dアップのつけまつげがいい感じ。目が大きくなりましたねって言われました、のこちゃんにリップはこのヘラのお気に入りの422番。 EC サイト用撮って、合間にリール撮って、でこの YouTube の1週間 Vlog 撮って、忙しいね本当に。 YouTuber って大変だわこれなんです。このキラキラのフェザートップスを作りました。4型あるのでね、撮影していきたいと思います。こちらはアイボリーです。 OK。 グレージュのフェザートップスもめちゃめちゃ可愛い。グレージュを着てみました。ちょっと大人めなコーディネートに仕上げたいなと思ったので、ツヤっとしたタイトなスカートに合わせてみました。次がハートボタンポロニットヌーディーのピンク。ワンピース見え、今度はこれが一番お気に入りのコーディネート。じゃあラスト撮影していきます。食べなさい。いただきます。いろいろバタバタして帰宅しまして、帰ってきてそこ私はすっぴんになり、ここから筋トレをします。15分間だけショート動画を投稿できるように録画はするんだけど、編集が追いついてないというね。ティムさん邪魔ですよ。邪魔しないでください。ティムちゃんはいつも筋トレママの邪魔するんですよ危ないから、あちあち、おいしいミルクティー味。炭酸パックといえばこのメディプローラのブラックタイプ、ビタミンも配合されてて、しっかり保湿効果もある炭酸パックになって新しく出たんですよね。私は炭酸パックずっとこれを使ってます。お肌が引き締まるし、ニキビの鎮静にもなって治りが早くなる気がします。今までは保湿効果が期待できないので、これやった後に別で保湿のパックしてたんですけど、これは新たに保湿の効果もしっかりと含まれてるから、これ一つで完結できるようになってめっちゃいい。こんな感じでできました。これで15分20分ぐらい放置します。炭酸パックを取ってツルピカ
いろいろ美容液を塗ったんですけど、最後はこのコスアールのレチノールが 0.1% タイプのもの。つるんって卵肌になるんだけど、顔向けとかそんなにしない。最初はちょっとだけ、人によってはもしかしたらポロポロ皮むけるなみたいなのあるかも。私も揺らぎ肌の時に使ったら皮がちょろちょろってむけたことがあったから。でもそれだけレチノールは肌の、ね、代謝をアップさせてくれるので、赤みとか色素沈着をしちゃいそうだなっていう時はもうそこにめっちゃレチノールを塗り込んで代謝を上げて早く治すようにしてます。という感じで1日目はこんな感じでした。明日は雪なので、ウータン学校お休みになっちゃったので、たまたま私がリモートの打ち合わせ1本だけ入ってて、あと予定入れてなかったので、明日は家でできる仕事をやってっていう感じの1日になるかなと思います。おやすみ。何してたの？いや、終わりにする。終わりにするの？いいでしょ、終わりにしの。宿題は全部終わりましたか？はい。午前中朝一で全部終わらせて、あとは音読だけだね。これを回すとリップが出てきます。そうなの？リップだよこれ。そうなんだ。魔法のリップ。へえ。今日はチャチャットメイクですね。5分メイク。リップはデイジークのメルティングキャンディーバーム03番。これがメトッと唇にまとわりつく感じです。で、クレドポーの日焼け止めを塗っときます。日焼け止めはこの目の下とかね、必ず塗って、コンシーラー、ティルティルのやつおすすめ。赤みを消します。なんか色素沈着してるところとかがあって、これが嫌なんですよね。3月にちょっと仕事的に1週間開けれそうなところがあるので、そこでちょっといよいよ顔周りの皮粒子とかイボを取ろうかなって思ってます。治療法は炭酸ガスレーザー。一回目の周りだけやった時にすごく綺麗に取れて、まあ、でもやっぱそのやった直後の赤みが結構耐え難い。この辺のプツプツはイボなんですよ全部。これがなくなったら多分この辺とかめっちゃ今調子いいのに、肌が。やっぱ凹凸を消していかないと。結局取ってもね、イボって中からのウイルスだから出ちゃうこともあるみたいだけど、やるだけやっときましょうっていう感じで。パウダーは3。午前中は家のことしたり、ウータンと家庭学習をやったりしてたので、午後はどうしようかな。なんか本買いたいって言ってたから、本買いに行ってもいいかもしれない。はい、こんな感じで済ましたら、見て、マリリンさんとシックスプラスのコラボ。じゃじゃん、こんな感じでウッドになってるの、かわいい。すごいマリリンさんって感じ。これ見て、こんな形使ったことないんだけど、今まで。サナエクセルのシーモレストーンブラッシュミモレットっていうカラー、ほんと。で、あ、すごい中心につくんだ。ちょっとなじませてから、わあ、すごいソフトな肌当たり。うん、いい感じかも。このチークって結構色があんまりがっつりつかないタイプなんだけど、このブラシでやるとしっかりポイントで色がついてくれる。これはすごいマットで落ち着いた色合いなので、ナチュラルなメイクに仕上げたいとき、大人っぽく仕上げたいときにおすすめ。で、私はこっちで多分ファンデーションとか塗り広げるブラシなんだけど、私はハイライト、クレドポーね、14番。これで塗ってみよう。あー、すごい綺麗。鼻の筋塗るのにもいい。うん、いい感じだと思います。スクリューブラシ。眉毛を整えて。じゃ、描きやすいじゃない。わー、すごい描きやすい。めっちゃ細く描ける。なんかポイントで目尻側にちょっと長さ足したい時とかもすごい綺麗に描けそう。ノードシャドウ、多分これアイホール全体にこう広げられるアイシャドウブラシなんだけど、今日は新品なのでノードシャドウにも使っちゃって、でそのままノードシャドウで使ってるパレットを時短の時はアイシャドウとしても使っちゃう。で、このミニミニのブラシを下まぶたにものせて、この辺とかに、あとはもうマスカラだけです。マツパ行かなきゃやばい。なんかさ、子供ってさ、めっちゃ前に遊んでたおもちゃをふと思い出したかのように急に探し出すことないですか？もうしばらく遊んでないじゃん、そのおもちゃみたいな。だからさ、ずっと放置してるものとか、1年以上遊んでないものとかこっそり手放しちゃったこともあるんだよね。それでさ、急にさ探し出すとさ焦るよね。まあ、正直に言うけど、そういう時はほんと急にいきなりおもちゃ探し出すんだよ、前のおもちゃを。それが今日です、ふーたん。はい、こんな感じで5分メイク完成です。喋りながらやってるから全然5分じゃない。ではリモートミーティングやってきます。ちょっと1個だけお仕事してもいい？1個だけ、その後にご飯作る。ちょっとお待ちくださいませ。すごい終わる、うん、終わる。
やば、ママお腹が鳴った、聞こえてるかな。グーって可愛らしいのじゃなくてうーって言ってた。新たに入ってきたお仕事の、あのスケジュールを確認して調整してっていう作業です。もう私はマネージャーさんつけてないので全部自分で管理してます。もう私が本当に負担がないようにこの事務所さんがしっかりとサポートしてくれてるので、ほーっとーに助かります。1日に調整してもらえないと、リングの追記です。パパの映っちゃったんだけど、やだん。では、るちゃんご飯作ります。夜ご飯に使う鶏ももエリンギバター味噌の前の動画で多分出てたと思うんだけど、下味つけて冷凍しておいたものがあるので、これとお正月に食べようと思ってた鯛めし余ってるので、これを夜ご飯用に解凍しておきます。だいたいね、困った時はうどんかそうめんかそば。うーたんが大好きな半断面、これそうめんなんだけど細めのうどんみたいな食感なんですよね。うーたんの好きな半断面でいいよね。いいよ。 OK。私はコストコの大好きな水餃子とキノコ入れて、そして卵麺で、だしだのコムタ、本当は豆板醤とか入れたいんだけどないので、コチュジャンちょっと入れます。こんな感じ、もうめちゃ質素に見えますがヘルシーなスープを作りました。うん、うん。ルアはママと違うそうめんね。うん、卵麺に味が染みて美味しい。次から靴下脱いだ。靴下脱いだらうーたんが、うん、なんかわかんないけど家帰ってきたら脱いじゃうんだよねって話してたのね、うん、家ではあんまり靴下で過ごさないですよ ね。みんなはどうですか。みんなどうですか。過ごす人いるんですか。ね、私たちはね無意識に脱いじゃうんだよね。なんか無意識わかる？無意識。無意識。多分ね、うん、なんか勝手に動いちゃうみたいな。うん、ああ、そう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 。あったよ。教えてないのよ。なんでさ、なんかそうやって日本語って覚えていくんだろうね。なんかね、言葉的に、なんかそういう感じがする。うん、ああ、流れとかね、うん、雰囲気とかでね、うん、そういう時に、ああ、無意識って使うんだ、みたいなね。じゃあ、新しい服にこぼしてますけど。新しい服なのこれ。そうじゃん、これ。バカだね。ザラで買ってきた、昨日。ザラなんだ、これ全然ザラで見えない。なんかザラってあんま黒と白多いと思った。あー、そういうイメージだったんだ。なるほどね。なんか、その感じがした。さっきみたいに、言葉みたいにそういう感じ。あー、イメージ、うん、うん。今度は言葉じゃないけど。イメージだね。うん、白いですね、ウロさんって。ほんとに。何で面白いんですかね。ウロさんと話してるのめっちゃ面白いです。あなたのいい言葉、言葉だけで面白いですよ。しかも笑い事の顔も面白いですよ。二人きりって楽しいね。うん、パパがいないとなんかさ、ウータンさ、穏やかだね。え、穏やかわかんないわ。じゃあ、いつもはパパに強いです。ママには穏やかです。あ、わかった。パパがいる時だけはなんかチュッとか言うけど、二人きりの時はなんか優しいみたいな。うん、パパの時の方がテンション高い。変なテンションなの、パパの時は。そう、パパといる時はなんかちょっと強めで、テンションもなんかこうもっと子供らしくなる。私といる時は穏やかになる。なんかあなたみたい、あなたって手じゃないのってよくリサチとかも言うし、ね、なんか大人みたいな、ね、女子会みたいな感じになるよね、うん、ティムも参加したそう。お手伝い。キムちゃんしばらく階段なくなりますので、よろしくお願いいたします。ここになりたい気は、私が抱っこ下げるので。こんにちは、作っとく階段。ほら、もう見て、手前までもう続きますよ、私くし。おー、ほんとだ。私くし。オッケー。待って、恐怖なんだけど、この下全然掃除してないからさ、ちょっと待って。あ、そんなことなかったです。おい、いけたいけた。ペコちゃ
ゃんのおやつのやつが落ちてやだー、じゃあどうしてねっと。ねえ、うるちゃん、でもってここでチョコは食べないでってママ言ったはず。うん、じゃあ昔。昔っていう言い訳はよくない。昔じゃないよ、3歳。食べたことは事実でしょ。3歳のものが今残ってるわけないじゃないの。3歳じゃないや、ここに入った初めての時。そんなわけないじゃないの。そう、本当だよ。だってうら今頃の時で食べたことないもん。チョコ。うん、だってママここもう何回も掃除してますけど。うん、ペコちゃん、ここ多分半年の話ですよね。あなたたちが気づかないとこでママ先生こう今頃じゃないよ、今頃2027だよ。いや、2024年ですけど。違う、1000年じゃない、2000。もう喧嘩するならやりたくない。喧嘩する。さすが。さすがだ、ウーさん。奇跡的にパパの花線1個だね。もっとあるかと思った。ね。シーツ取ったマットはこの去年買ってよかったアイテムで紹介したレイコップの UV 除菌もできる掃除機でウータにやってもらいます。軽いしね、充電式だからコードレスなのがめちゃめちゃ便利です。カードやろ。ママが丸付けするのこうやって。違う、ただ確認して。あー、オッケーオッケー。答え、手でさ、こうグーで押さえるのやめなさい。なんでも骨折の時にずっとグーで過ごしてたから、ふとした時にグーで物を押さえたりすることが多くて、ちょっとそれがママ的に気になっております。うーん、じゃあ自分で何色の計算カードあるかで色付け、色鉛筆とか一式このセリオのケースに詰め替えて、中に何が入ってるか分かるから安いよね。うん、じゃあこれから家庭学習やります。16 11 12。できた、終わった、イエーイ。キムは何、ずっと聞いてたの、歌のお計算。ここで寝てたの。昨日炊いたタイの炊き込みご飯、パパが入れてくれたコーヒー。あー、朝はコーヒーがないと始まりませんね。今7時4分。今日は8時から朝ピラティスです。あともうちょっとで出ます。うん、じゃあピラティスの服、あとトゥーソックス、ヨガ用ので、結構呼吸をふーって吐いたりするから、これコンビニでいつも買ってる。で、特茶、運動後にちょっとリフレッシュしたいから見せてよ、俺のヘアミスト。 OK で OK。 あとはカード類とか持っていくだけ。よし、行ってきます。ここからゆっくり戻していきましょう。みんなさ、少しちょっと丸く、全部さ、規制かかってるからさ、行く時もさ、めっちゃ遠回りしたし、で今も帰りなんだけど、なんかいつも絶対車止まんないとこで止まってる。全員がさしか走れないからね。そう、急な交通規制やめてほしいし、知らんかった言ってほしいし。分からへん、それ俺も。どうしよう、最初さ、準備中とかなっててびっくりした。バナナ甘酒買えないと思った。買えた。え、まだ準備中なんですかって言ったら、今ちょうど出来上がりましたって言われた。うん。
美味しいです。ホットで最高。これでちょっとチビチビ飲みながら帰りますか。ゆっくり、今だ今だ、行け、ガー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 。雪降ることに都内はさ、免疫がないからさ、突然の雪にあたふたあたふただよね。みんな疲労のディーン&デルーカ大好きなんだよね。目の前にトリュフベーカリーとかあるし、たまにトリュフベーカリー買って、最近はちょっと食事気をつけてるから小麦ね控えてるけど、うん。豆腐、アボカド、ささみ買ってきました。ブータンが好きなヨーグルト。今日アマゾンフレッシュも届くはずなんだけどな、それが来ないと外出できません。ねえ、ゴミ箱のさ、開いてる。よし、簡単に調理します。ささみのあれを作っていくよ。この1週間 Vlog に戻してるんだけど、ささみどうやってね普段調理すればいいか分かんないとか、ちょっとパサパサして油がない分調理しにくかったり食べにくかったりすると思うんだけど、このレシピ知ってからささみにハマりましたっていう声がすごく多くて嬉しいです。ささみをさ叩くとすごい柔らかくなるんだよね。筋を取るよ。横に軽く切り込みを入れて、筋を下にしてギコ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 ってやるとスルッと筋が取れます。今回はえのきにしました。作り方は一緒、豆腐はいつも通り崩して、全体的にもうとろみが出てきてくたっとしてきたら完成。家事できない旦那さんが家事できるようになった理由を教えてくださいってめっちゃ来るんだよね。でもそれをどういう面白おかしく見てもらえるような動画になるのかしらっていうね。ネタはねいっぱいあるんですよ。けどどうやって撮影するかとか、どういう伝え方すれば飽きずに見れるか考えると、あーちょっとこのネタやりづらい、このネタ違うかってなっちゃうんだよね。まあ、そうロピアに行ってくださいっていうリクエストも多いんだよね。ロピア、明日ちょっと仕事が一本なくなったので YouTube 撮影一日できるので、ロピアに行くのもありだね。ロピアか旦那さんが家事できるようになった理由、それか収納系か。隣の部屋のさ鼻かいたいんだよね。無印も行きたいんだよな。スリコの最近本当に買ってよかったアイテムまとめみたいなのを作りたいんだよね。そう、防災グッズの中身とかもすごいやっぱリクエストが多いよな最近。ネタはいくらでもあるのにさ、準備とかが結構大変で、なんかいろんな時間の合間でやらなきゃいけないからさ、考えようと思ったんですけど、私結構前に家事楽綺麗を保てるうちのアイディアっていうので我が家で心がけてることとかを10選まとめたんですよ。これをちょっと明日取ります。意識的な心がけとか理論的なアイディアとかじゃなくって、我が家は物理的に小掃除が習慣化できるような工夫をしてるので、これちょっと動画に出すのでお待ちください。完成した。美味しそうです。ラー油もかけました。トロトロでね、ささみも柔らかくて美味しいんですよ、これ。いただきます。やっぱり美味しい。ささみはこの食べ方が一番美味しい。私の今日の予定は、頼ったらすぐ支度して銀座の方に行って、今日会うお友達、まあ、いつもネイルやってくれてるお友達が誕生日だったので、誕生日プレゼントを買いたいなと思って、で、あとオフィス移転するのでその新オフィスに行って、壁の色をチェックしに行って、その後ネイル行って、お友達とサウナ行ってご飯って感じです。今日今これを作り置きして、あとなんか一品だけ副菜作って、パパとブータンはそれを食べてもらおうと思います。うん、久しぶりに、ラペチーノ。久しぶりって言ったなかった、また。かっちゃんってチョコ食べるっけ。チョコ食べる、マヤスか。かっちゃんチョコ大好きじゃん。あ、じゃあチョコあげるよ。チョコっと。ありがとう。蜂蜜屋さんの期間限定で出してるチョコ。パパなかったらおかしくない。パパはチョコの美味しさわからないから。チョコって入れてたよね。
おじいちゃんってこと。新オフィスの壁塗りのチェックしていきます。おお、ちょっと広いですね。なるほど。じゅんくんがやり出しました。お、お、それそれそれ、その色。もうちょっとピンクになったね。なったすごいですね。うん、近い。写真をあげた時に言われて、友達に。じゃじゃーん。持ってないかな、大丈夫。持ってない、なんだこれ。最新のショット。そう、新作の。うん、ありがとう。なんかヒアルロン酸がね、配合されてていいらしいよ。初めて見た。あ、さっきみんな使ってる。え、嬉しい。すぎて動けない。私服のひととき、こうやってキメールに時間を奪われてる。キメールに奪われるぐらいだったら幸せだね。そうだね、うん、埋もれてるエルは。で、今なんか素の顔してる。よし、準備しよう。はい。昨日友達のプレゼント買いに行くときに、ディオールのこの今話題のカプチュールトータルセルのヒアルショットって言って、目元とかちょっとポイント的に使う美容液なんだけど、これを買いに行ったら練り香水があったの。可愛くて買いました、自分用に。これの匂い2種類あって、私は大好きなミスディオールの香りにしました。これプレゼントとかにも良さそう。サイズ感もリップスティックみたいになってるんだけど、実際は練り香水。今回のバレンタインは、私が最近大好きな蜂蜜のラベイユっていうところの期間限定で出てる蜂蜜ボンボンショコラにしました。私昨日食べたんだけど、めちゃめちゃ美味しかった。うん、うん、うん、結構良かったね、チョコ。うん、みんなにあげたくて買いました。めっちゃ美味しくない？このチョコやばいよね。高級な味がする。はい、もうあっという間に木曜日、じゅんたんと共に行動しております。Yes. 午前中はもうずっとクリエイティブのことしてました。リール1本作って、フィールトークを下書きして、リールのカバー写真作って、ショートも作りたかったけどショート作れなかったです。ということで、今から会社に行ってランチして、午後はお家で私は撮影です。じゅんくんはどこか行きます。清澄白河、このカレー食べます。美味しそう。パスタも気になる。カレー屋さんに来て生パスタ、キーマカレー美味しそう。見て、パクチーザッピング最高。甘い、結構甘い。テンドリーチキン、パクチートッピングできる調査。今日のコーディネートのポイントは、ユニクロのスウェット、お友達のブランドプリベベのニットを。かわいいでしょ。今日はなんかいつもと雰囲気違くして、かっこいい系ね。チェケラーってこと。じゃあね、今日はこんな感じでした。はい、お帰ります。はい、お家に着きまして、2月のお仕事の構成案を文言作って提出します。今回は YouTube ショートと TikTok インスタのリールのお仕事です。最近なんかショートの依頼がすごい多いイメージですね、インフルエンサーさん全体的に。本当はショート動画とかをもっといっぱい出したいんだけど、全然もう追いつくのに、生きるのにいっぱいいっぱい。今からインスタのリールを撮ります。この楽天で買ったマグネット式でピタッとくっつく三脚で撮ってます。いつもなんかすごい、さっきまでボブのヘアアレンジについてよく聞かれるので、それを撮ります。ちょっと外カメでね、アップにして、ズームにして撮るんです。鏡をここに置いて、この鏡と洗面所の鏡を見ながら。撮
し終わりました。こんな感じのハーフオープスタイル、最近はもうピシッてまとまる系、前髪ちょっと薄くしてツンツンさせるのがブームかな。走行してる間にまた帰ってきました。今日はなんかいつもより1時間早い企画です。グータは今日バレエがあるので、バレエの前にねおやつ食べたりグータらしたいだろうから、とりあえず今撮ったリールを作りつつ、グータをバレエに送ってから撮影することにしようかな。ではバレエの準備しましょうか。グータね、ママとの時間を過ごしてからね。おやつ選んでんの、うーちゃん。これ美味しい。やばい、しまうとこなくて、ここに特茶のストックが。YouTube 撮影をします。上は着替えまして、ダイアグラムの春の新作、フリフリとしたちょっとチュールっぽいね、表面感のあるトップス、主婦ならではの動画を撮るので清潔感があって爽やかなイメージで、髪型もすっきり下ろして外羽にしました。下はユニクロのスウェットです。ということで台本を読みながら撮影していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、星の子です。心がけて小掃除をし、綺麗を保つためにこう細かい撮影が終わりました。今は6時です。今日はパパが夜遅いのでウータンと2人でご飯します。え、ウータン迎え何時だっけ。9時半か。ということはもう作んなきゃご飯。お腹すいたってまたせかされるぞ。でも迎えに行かなきゃいけないからエプロンしてませんが、急いでチャーハンを作っています。この味噌でメーカーさんが出しているフリーズドライの粒味噌、これで味をつけてみようかなと思って、で、だし醤油、もしよよし、OK かな。よし、もう止めちゃう。めっちゃ美味しいんだけど、これ添加物は一切入ってないですね。これです、皆さん、これで作るチャーハン美味しいですよ。ではちょっと迎えに行きます。はい、チャーハンとささみとブロッコリートマト、そして私は、はい、ささみ、アボカド、パクチー、ナンプラー、オイスター、コチュジャンと、あと軽く塩コショウとちょっとだけ醤油を入れて味付けしました。ママもいただきます。アボカド甘っ、大好きなブロッコリー。うん。よく頑張りました、今日も。楽しかった？イエス。お米のさ、色ってさ、どうやって作ってるの？卵。あ、醤油。な、本当は卵かけご飯から。うん。卵かけご飯をなんか焼いてるみたいな感じ。今日はね、ずっと徹夜すると決めてたんですよ。まあ今日が終わりました、金曜日だし、金曜日の次の日はもう午前中何もない、ウータの習い事だけゆっくり寝れるから、今日は深夜2時3時ぐらいまで作業をします。なんかやっぱりね、夜中の方がいろいろ出てくるし、集中できるし、細かい業務の管理とかね、漏れがない。今日は金曜日ですね。今日はね、8時からまたピラティス行って、で、じゅんくん今日はなんと腰の手術で大阪に行くということで、東京駅までさっき送ってきたところです。で、帰ってきてお腹空いたので、ブロッコリーとトマトと、あと納豆ご飯、七味とごま油かけました。お米に納豆、久しぶり。ずっとオートミールとかに入れて食べてたので。今日はこれから速攻準備して原宿の方でミーティングがあったりとか、 AW の話をしたりとか、あとはベースメントっていうブランドのポップアップみたいなのがあるみたいなので、そちらに行こうかなと思ってます。
1週間 Vlog といっても今日までにします。動画回すのめっちゃ長尺になりそう。明日は私の幼馴染の妹さんの結婚式があったり、友達の誕生日会があったり、日曜日はもう特に何もないので1週間分のまたねダメデイにしようかなと思ってます。ミーティングですダイツと2人でミーティングだって違うよね。違います。今日はそう、なんか食べた？今日何も食べてない。とご飯ちょっとしか食べてない。絶賛ダイエット頑張っておりますって言ってめっちゃさ重めのもの食べるパンドケーキかサンドイッチ。お腹のすくてめっちゃ空いてる。かえちゃんにもらいました。何ですかあなた。だって私誕生日なのかなと思っちゃって自分がいつもカフェでお過ごしてみてリップじゃん。めっちゃ可愛いんだけど私のもうさめっちゃ好みのカラーなんだけど。やばい嬉しい。ありがとう。すごい、うん、ありがとう、うん、めっちゃ可愛い。ありがとうね。ぜひ使ってください。もう普段使いめっちゃできそう。なに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 塗りたくるねこれ嬉しいね。突然のプレゼント嬉しいね。画像どうする？全然違う。うん、いい感じ、いい感じ。この縁も映えカラーにして正解だ。おお。垂れないんですね、ポタポタね。あ、そうなんですね。たまに落とす。あ、そうなの。ということで、うーちゃんを迎えに行ってきまして、パパが大阪から手術後帰ってくるとのことで東京駅で待っております。こちらなんか見たことない車って思われるかもしれないけど、この車会社の車ですそうです、よく知ってますね。車用車でございます。うーん、疲れ切った。疲れ切ったね、浦和さん。ご苦労さんでした。6時半までいつも頑張っております。浦和ちゃん、今日一番楽しかったことは何ですか？音楽です。やはりそうですよね。大田、ね、が好きなんです。じゃあちなみに今日歌った曲を歌ってください。あれも、まあ、いつも歌うのになんだっけ。ドレミの歌と。ドレミの歌？ドはドーナツのドってこと？違う、ドはドーナツのド、レイはレモンのレってこと。え、一緒じゃん。なんか動きがあるの？ミはこうで、うん、ドがこれ、あの高いドはこれ。あとはカントリード。私の白い翼。ということで、バイバイ。バイバイ。髪の毛やばい。なんだこれは。あ、ジムちゃんがいる。ここに帰ってきて、ティムエルのトイレを片付け、あれこれやりーの、あれこれやりーの、やりこれやりーの今です。はい、うーちゃんとパパは寝ました。ラスト一仕事。今日パパ、あの大阪に手術しに行ってたんだけど、日帰りでね。ちょっと前にほんとひどくなって1週間寝たきり状態で生活してたんだけど、実は手術した直後1週間とかは動けなくなる人が多いらしくて、また今日からちょっと1週間ぐらいはサポートしないと生活が結構大変。よくなるといいんですけどね、手術したから。手術って言っても切開してとかそういうのじゃなくて、太い注射を入れるみたいなっていう手術。その腰痛について、そのじゅんたんが自分のあのインスタグラムで投稿した時に、皆さんからたくさんすごいアドバイスいただいて、じゅんくんもどういう手術があるのかどうかっていうのもいろいろ参考に調べさせていただいて、検討して今日に至ったっていう感じなので、本当にありがとうございます。また腰痛の方もすごく多いと思うし、その後どうなりましたかって気にかけてくれてる方とかもいるので、それはそれで年の子の一息の方のチャンネルにでも出せれたらなと思ってます。
私の星の子のひじきの方は2本ストックがあります。サムネも作ってんの、タイトルも作ってんの、なのに公開してないだけなので、なんで公開しないんだそれを。なんかほんとそういうとこダメなの。あげるねって言ったことちゃんと守んなきゃいけない、それも優先しなきゃいけないのにね。はあ、ダメだ、いろいろ追いつかないです。日々なんとかいろんなことに追いつけるように頑張っております。そしてまた来週も頑張ります。土日月これから3連休なので、3連休は存分に休みます。言うて仕事もあるんだけどで、なんだかだね、毎日15分の筋トレもずっと続けてやってます。動画にしてないけど、今日はさすがにもう疲れたのでやらないんですけど、まあ今日はピラティスもやったし、まあ、まあ今日はいいとして、こんな感じで動画をおしまいにしたいと思います。私の平日5日間でしたみんなはどんな1週間を過ごしてましたか。まあみんな置かれてる環境もそれぞれだし、頑張り方もそれぞれなので、自分のペースで頑張りましょう。バイバーイ。こんな終わり方でいいんかな。